暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの若ぽんです。今回は脳を理解して片付け力をアップさせる方法というテーマについて、菅原道人さん著、めんどくさいがなくなる100の科学的な方法をもとに、前編後編に分けて考察していきます。今回は前編をお送りいたします。例えば、よしやるぞと意気込んでも、結局やらずに物事を放置してしまう、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと行動できない自分を責めてしまい、自信を失ってしまいます。しかし、この動画の内容を実践していただくと、脳の仕組みが分かり行動に移せるようになるでしょう。このチャンネルでは暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。今回取り上げるのは、菅原道人さんの著書、めんどくさいがなくなる100の科学的な方法。勉強や掃除などめんどくさいことは後回しにしがち、すぐに行動に移せないのは性格だと思いますよね。しかし、脳神経外科医の菅原さん曰く、それはうまく脳を使えていないからだと言います。行動力をアップさせるための脳の使い方について本書で学んでみたいと思います。一言で言うと、意識して脳を使い、無意識に落とし込むです。菅原さんは、学生時代、試験勉強をしなくてはならない状況になった時、二度寝をしてしまったり、テレビをつけてしまったりと、何かしらの言い訳をして結局は一夜漬けになってしまうことが多かったといいます。親や先生たちは、意志が弱い、たるんでいると非難しますが、意志の力や根性だけでは、最初は良くても、中途半端に終わってしまいがちです。菅原さん曰く、行動を起こす力は脳を上手に使うことにあると言います。私たちは無意識で何もできない状態から、意識してはいるができない状態、次に意識してできる状態、無意識でもできる状態へと徐々に変化させているそうです。つまり、何事もパッとできているわけではなく、意識づけを行い、無意識でもできる状態にまで落とし込むことで、すぐに動ける行動力を手に入れることができるのだと菅原さんは述べています。自然と行動することができれば、動きやすくなり、心にも負担なく行えるようになるのです。脳の面白い仕組みを知るとともに、日頃のお片付けにも応用できるメソッドを詳しく見ていきたいと思います。本日のお品書きはこのようになっています。脳を理解して片付け力をアップさせる方法について2つにまとめてみました。 1. だんだんやる気になる作業興奮。 2. ミラーニューロンを活用して綺麗を保つです。それでは参りましょう。まずはじめに、 1. だんだんやる気になる作業興奮について解説していきます。菅原さん曰く、やる気とはじっとしていれば自然に溜まっていくものではないと述べています。例えば、起床する時を思い出してみてください。朝日が差し込み、目覚まし時計が鳴り響き、ベッドから立ち上がり、歯を磨いたり、シャワーを浴びたり、ご飯を食べて、徐々に目覚めていっているはずです。つまり、私たちの脳の仕組みは、やる気が溜まって起きるのではなく、体を動かしていくにつれてやる気になって起きてくるのだと菅原さんは説明しています。このことを精神科医エミール・クレペリンが作業興奮と名付けています。では部屋の掃除はどうでしょうか？普段はなかなか手をつけられず、後回しになってしまう片付けなのに、やり始めたらあれもこれもと手をつけたくなってしまった、気がついたらご飯も食べずに3時間もやっていた、こういった経験はありませんか？やる気がない普通の状態から、やり始めるとやる気が出てくる脳の仕組み、作業興奮、これをうまく使うためには、まず体を動かして作業を始めてしまうことです。休みの日でも、決められた時間にとりあえず掃除機をかける、布巾やウェットティッシュを手に取ったら机の上を拭いてみるなど、あれこれ考える前に体を動かすことです。掃除や片付けも
とりあえずやってみようと手を動かしてみてください。以前紹介した習慣化についての動画も合わせて活用してみてください。やる気は自然とやってきてくれませんが、迎えに行けばやってきてくれるものだということを覚えておくといいですね。続いて2、ミラーニューロンを活用して綺麗を保つについて解説していきます。職人やスポーツで人の技術を見て覚えるというのは、皆さんも聞いたことや実際に体験したことがあると思います。菅原さんはこの見て盗むというのは科学的に正しく証明されたものだと言います。これはジャコモ・ギゾラッティが1996年に発見したミラーニューロンという細胞の働きで、簡単に言えばモノマネ神経細胞です。この仕組みは猿の実験によって発見されました。まず猿が餌を取ろうとするときに活発になる脳の領域の神経細胞があります。次に実験者が餌を取るのを猿に見せたとき、猿の脳を観察すると、実際には餌を取る行動をしていないにもかかわらず同じ細胞が活発になったという実験結果だったそうです。つまり見ただけでもその行為をした時のように行動を学習していると考えられます。このミラーニューロンは運動に関してだけでなく、目標と意図を理解したり他者との共感や言語獲得にも関わっているそうです。私たち人間という生き物はある意味ゼロから自分の頭のひらめきで成長するのではなく、モノマネにより成長する生き物だと菅原さんは述べています。このミラーニューロンを活用すれば、例えば禁煙したい、朝寝坊をやめたい、痩せたい、部屋をきれいに保ちたいなど自分が変えたいと思っている行動を変えることができるようになると菅原さんは言います。真似したい人、理想とする人物の情報を定期的に得ることでその人に近づけていけると菅原さんは述べています。ぜひ片付けや掃除の習慣に応用してみてください。綺麗を実践している動画を視聴し続ければ、綺麗を保つコツを学習して綺麗を保てるようになるでしょう。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まずやる気はやり始めれば出てくるということでした。次に真似をしていれば綺麗が保てるということでした。私たちの脳にはものすごい機能があらかじめ備えられています。脳の仕組みをぜひ活用して実践してみてくださいね。この動画を見ているだけでもあなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で脳を理解して片付け力をアップさせる方法前編の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。